それではこれより赤座乳業の面接を始める。うめ、うん、なんだ貴様、帰れ。なぜ不乱なものから落とすのか理解できない。面接の邪魔になるかと思った。弊社とお前の。ふっ、一時面接だが俺はすでに御社のことが嫌いだ。そうか、俺も学のない人間は大嫌いだ。俺と御社ではビジョンの方向性が違うようだ。では素晴らしい提案をしよう。教授郎、お前も弊社に入らないか。入らない。見ればわかる、お前の学歴宮廷だな。そのコミュ力練り上げられている。思考の領域に近い。弊社に入れ教授郎。そうすれば10年でも100年でも雇用し続けられる。年収も上がる。今まで面接を受けた企業の中で一番大企業体質の匂いが強い。就職も退職もサラリーマンというかよわき非雇用者の美しさだ。いつリストラされるかわからないからこそ皆次の道を探し続けるのだ。それに年収というものは働き続けることに対してのみ決まるものではない。もう一度言おう、俺は絶対に御社には入らない。そうか、では面接を始めよう。自分を物に例える。知らぬ。血液の型は分からぬ。座右の銘は波乱万丈。好きな言葉はうまい。朝ごはんを食べるなら洋食、和食、和食。好きがねえ、入れねえ。喋りの速さについていけねえ。5倍にする。周りに入れば限定しかないのを肌で感じる。入ったところで自己アピールできずに終わると分かるから喋れねえ。喉が枯れる思いで喋ったとしても無駄なんだよ教授郎。お前が俺に浴びせた素晴らしい喋りも、あまたの就活生の前では無に等しい。どうあがいても、お前は人事に勝てない。それでも、俺は俺の喋りを全うする。ここにいる者には、誰にも喋らせない。いや、そこは喋らせろよ。